その時奥さんは一緒に逃げられなかったんですか。逃げなかったんですよ。なんか今までもこういうのが来るとは思わなかったんでしょうけども、ちょっと今回のは地震の規模が大きかったんで、これちょっと大変には事態になるんじゃないかなと思って、私は説得したんですけども逃げないっていうもんですから、今度こっちも巻き込まれる可能性もありますね。もう逃げるっていうふうに言ったけど、そうです、もう少し強引に引っ張ってればよかったんでしょうけども、それが悔いに残ります。娘といてダメだこの状態だ逃げなきゃなんないからって、なんか不安そうに笑ったような感じで、私は逃げないからとかって、それが最後でした。今思えばもっと強引に引っ張るべきだったなって、私も悔いが残ります。